あ主さん今回は草刈りでございまーす。ということで今回は草からいろんなアイテムが出てくる世界です。草刈りをして目標のトレーナーを倒してください。そのトレーナーを倒すことで草から出てくるアイテムに変化が出るようですよ。お宝が出てきそうな予感。ということで早速草刈りしてるんだけど、なんかポケモンとは関係ないものも出てきてないかこれ。そうなんです主さん、今回はトレーナーを倒す他にももう一人倒してもらうものがいます。エンダードラゴンですよね。おっと主さんよくわかりましたね。だってエンドポータルフレームとエンダーアイがあるもん。エンドラを倒したら何かあるの？今回主さんにさらにエンドシティにも行ってもらうんですけど、エンドラを倒すことでエンドシティのチェストの中身に変化があるようですよ。なるほどね。今回の企画用に特殊仕様になるってことか。そしたらまずエンドラ討伐に向けて草を刈るなりして準備をしようか。でもポケモン用のアイテムであるクイックボールも出てきてるね。クイックボール、野生のポケモンにそのまま投げてゲットしてもいいですけど、とあるアイテムを作るのに必要です。おっとここでもクイックボールに特殊仕様が入るな。そして草から出るのはエンドラ討伐に必要なものすべてではないみたいだね。鉱石類は出ないのでその辺は自分で揃えてくださいね。今回草刈り以外にもやること多いな。鉄のツルハシを作ったらですね、近くにいる NPC と交換するといいですよ。あっこの人、名前は炊飯ジャーって言うんだね。炊飯ジャーさん、なんかツルハシをグレードアップしてくれるみたい。すごいなこれは。幸運エンチャントレベル7777ですね。これでダイヤを見つけて採掘すれば、一度にかなりの量のダイヤを入手できるでしょう。絶対尋常じゃない量のダイヤ出てくるでしょこれ。手に余るほどのダイヤを手にするのは、主さん長年の夢だったのでは？いやダイヤを無限にする手段ならいくらでもあるからな。夢を壊さないでくださいよ。ちょうどいいところに地下渓谷があった。もうここでダイヤが見るかるんじゃないか？早いところ見つけてくださいよ。ダイヤ発見はあくまで過程の一つでしかないですから。そんなこと言ったって、見つからない時は見つからないんだよ。そこで見つけるのが主さんパワーでしょう。私のパワーあんまり信用するなよ。マインウォールを駆使して一度に広範囲を採掘。ありました。この後炊飯ジャーからもらった幸運ツルハシでダイヤを採掘したら、ダイヤが出すぎて物の見事にマイクラがクラッシュしました。ということで低窟。それでペル君、鉄のツルハシを作ったら、誰かと交換するみたいなこと聞いた気がするんだけど。そうでそうです主さん。近くの NPC に話しかけてください。この炊飯ジャーって名前の人か、すごいぞこの人。レベル777の幸運エンチャントにしてくれたぞ。これでダイヤを採掘したら一気に大量に手に入りますね。さあ主さんダイヤを取りに行きましょう。いやーでもダイヤを見つけないといけないのか。ここで時間かかったらごめんなペル君。私の運が悪いと本当に出てこないからさ。ありましたー。すごいです主さん。まるで最初からダイヤの位置が分かってたみたいですね。いやいやそんなことないよ。お、今回はクラッシュせずに済んだみたいだな。このレベルでもやっぱ過剰に出すぎなんだって。あの炊飯ジャーっていう人幸運に極端に振りすぎなんだよ。よしこれでダイヤ装備が存分に作れるな。博物館に寄付する用の防具も作っておきましょう。なんで私が展示用の防具作らないといけないんだよ。まあこんだけあったら作れるんだけどさ、インベントリ圧迫して邪魔なんだよ。ダイヤを邪魔者扱いするほどゲットしたら、次はクイックボールを8個用意してください。そのクイックボールで作るアイテムに必要なんだな。にしても出てくるのはクイックボールだけなんだな。他のボールとか出てこないの？マスターボールとか。草からそんな激レアアイテム出てくるわけないじゃないですか。過去に嫌になるほど出てきてた記憶あるんだけどな。エンドラ討伐を先にするとなると、手持ちに空を飛べて乗せてくれるポケモンが欲しいんだよな。レジギガスじゃ空は飛べないですからね。飛ばないレジギガスは喫茶機神殿に封印されるよ。全てのレジギガスが封印されるじゃねえか。飛べないレジギガスはただのレジギガスだってね。いやただじゃないレジギガスってなんだ。それじゃあクイックボールをクラフトしましょうか。ダイヤを真ん中に置き、その周りにクイックボールを敷き詰めると最強クイックボールの完成です。いやネーミングなんだって、こういう類のアイテムはどこかで見た覚えがあるんだよな。クイックボールをたくさん与えられ、何かしらのポケモンが出てくるってわけだな。さすが主さん鋭いですね。さあ問題はその出てくるポケモンが何なのかってことだけど。どういうポケモンたち？ランダムで10体ポケモンが出てきます。やっぱりランダムだよね。だってイベルタルとブリザポスまで出てきてたもんな。こういう伝説系のポケモンってここで出てきていいもんなの？でもゲットできる可能性はかなり低いと思いますけど。それもそうなんだけどね。手持ちのレジギガスも最初の御三家のレベルだし、それにしては無駄にでかいんだよな。それは別に関係ないだろ。でもこれ、クイックボールでゲットできなかったらレジギガス粉砕されます。すまないレジギガス。伝説のポケモンとかはいいから、とりあえず空を飛べて私を乗せてくれるポケモン出てきてくれ。お、主さんレッグーザ出てきてますよ。空を飛べて主さんを乗せてくれますよ。だから伝説系じゃなくていいんだって。ランダムだけど伝説出てきすぎじゃない？ほぼ確実に一人は出てきてるじゃん。クイックボール粉砕されたやん。お、今の声は、
スワンナが出てきたな。そしてまたブリザポス出てきてますけど。なんで2回登場してんだよ。ブリザポス出たがり系ポケモンか。その反面レイスポスは出てくる気配ないですけどね。よし、ゲット完了。ということで今回はスワンナと一緒にエンドラを倒します。それじゃあ拠点に帰ろうか。その帰り方デフォルトなんですね。草刈りでエンドポータルフレームは出てくるので、わざわざ遺跡を探す必要はないね。これ本当に素晴らしいと思うの。草からアイテムが出てくる素晴らしさを体感しているようですね。ダイヤ装備に近隣を、防御面も万全、エンドラに申し訳ないぐらいフル装備になっております。しかし容赦はしないぞ。とっととエンドラ討伐してエンドシティの宝探しに行きたいんだ。サポケクラでエンドに来るのはなかなかないんじゃないか。基本的にエンドに行く目的があんまりないですからね。あとエンドに草ないですし。まずはクリスタル破壊か。弓矢は草から出てきてたからな。おっ、今日エイムの調子いいわ。それじゃあ今から FPS ゲームの実況始めますか。遠慮しておきます。私はマイクラの世界でのんびり生きていくと決めたのでね。確かに主さんが FPS ゲームは合わなそうですもん。よし、クリスタル破壊完了。あとはエンドラを殴るだけ。よし、これでエンドシティに行くと、チェストのアイテムが特別になってるんだね。そうですね、早速行ってみましょう。エンドシティに向かうこの道中さ、道中っていうか何にもないんだけどさ、この先に島が出てくるのかものすごく不安になるよね。自分とスワンナを信じて飛びまくりましょう。よかった今回も見えてきた。これで永遠に島が見えてこないドッキリなんていうのも。やめなさいよ。さ、まずはエンドシップの宝箱から見ていくか。どんな感じの中身になってるんだろうな。普通だったらダイヤとかエンチャントツールとかだけど。オーマイガー。すごい中身になっちゃってるじゃないの。待って、マスターボールとネザースターの組み合わせって、どこかで見たことあるような。さあ主さん最強マスターボールを作りましょう。よし、これで拠点に帰ろうか。これだけあればもういいもの。ネザースターなんてこんなにいらないんだけどな。ビーコン作り放題ですね。ビーコン置いて採掘速度上げて今から炭鉱夫にでもなるか。これは草ポケクラなんだって。よーし、今回はエンドラを討伐してエンドシティに行ったら最強マスターボールを作れるっていう流れだったんだね。これでトレーナーを破壊してやろうじゃないか。さあマスターボールを投げまくってやろうぜ。これぞピクセルモンでしかできないこと。勝負だポケモントレーナーよ。お、今回はミュウできたか。姿が黒色の特殊個体なようです。む、なんかステータスに大きな変化とかあるの？特にないですよ。ないんかいな。指を振る。このミュウ指を振る方だったのか。今回そういう感じのトレーナーね。勝敗というよりかは、エンターテインメント性を重視しているトレーナーのようです。なんか本気で勝ちに来た私が申し訳ないんだけど、どうやらミュウ艦隊のようです。グオ、聖なる炎だと、いきなりガチ性能になってきてるじゃん。次のミュウは伝説のポケモンの力を持つ個体のようですよ。これは結構戦い甲斐があるぞ。シャドウダイブ、キラティナの力も持ってたか。でもこっちもダイブ系なんだよな。さっきのミュウの指を振るでネバネバネットが出て、ルナーラの素早さが下がってますけど、まさかプラスの方向に働くとは思わなかったです。これなら絶対にシャドウダイブ食らわないもんな。さあ次のミュウはどんな方なのかな？メテオドライブ、このミュウも伝説の力を持ってる。確かに技だけ聞けばすごいんだけど、火力があんまり出てないんだよな。ミュウはバランス系でアタッカーに特化しているわけじゃないですからね。あ、終わった。ということでトレーナー撃破完了。これで草から出てくるアイテムが変わったってこと？そうですね。もう一回草を買ってみてください。どんなお宝が出てくるんだろう？あ。パークボール。ということで草からパークボールが出るようになりました。これであらゆるポケモンをゲットしろってことだな。いやでもこれってマスターボールでもできることだし、最強マスターボールでどんだけでもマスターボール召喚できるし、パークボールもクラフトに使えますよ。あっとこれは真ん中ネザースターその周りを囲めパターンだな。最強パークボール。もう名前は何のひねりもしないんだね。もちろんこれで貫き通しますよ。さあこれはどんな性能で来るんだろう。伝説じゃなくて幻のポケモン全員集合みたいな感じかな。ちょっと密集しすぎてよくわからない。色違いたー。ということで最強パークボールの召喚は、色違いの伝説すべてです。アレッサンド紛れてない？主さんそれグラードンです。アップグラードンか。色違い伝説がここに集結するのやばいな。待って色違いルギアと奥に行っちゃう。色違いのルギアと鳳凰は何としてもゲットしなくては。主さんの好きな色違い伝説は上との二人のようです。みんなはどの伝説の色違いが好きかな？パークボールマシンガン。
取り放題じゃん。しかもレベル100じゃんか。最強マスターボールからさらにヤバい性能になってるじゃんか。すげえじゃんかこれ。どこの方言ですかそれ。ということで最強パークボールのヤバさがよくわかりました。そしてやっぱり色違いのルギアと鳳凰がかっこいいこともわかった。かっこよすぎよ本当。惚れ込んでるじゃないですか。